おはようございます。おはようございます。緑川咲夫と申します。よろしくお願いします。こう書きます。物で習ってなかったので申し訳なかったと思っております。今日は何あの恋愛について話したいって。はい、恋愛あのね、恋愛の話ね。恋愛で大切な要素って 何よ。顔も大切だな。性格ですね。性格でもイケメン好きだろ。好きじゃあさ、いわゆるさ、テレビ出てるのがさ、よくイケメンとか言われるけどさ、あれ必ずしもイケメンじゃないだろ。サングラスを買いたい姫それはどうか知らんけどさ、どういうのがいけない。いや、名前あげてもいいけどさ、やっぱ性格とうまくマッチしないとダメでしょ。福山雅治。あ、そうな。あの人も、結構な年ないな。豊川悦司古いよな、なんか。いいけどさ。内川隼人。あ、そんな、よく知らんけど。室伏かすみ。ああ、そうな。あの世代ね。なるほどね。エグザイル。でもさ、あなたのね、勇気決めはね、必ずしもね、モテるとは言えないけど。モテないな。やっぱり個人的な好みですかね、顔は。うん、そうやな。イケメンの定義も人それぞれ違うんですかね。違うやろな。でしょうね。暑いけど日焼けするな。ちょっと待ってよ、後でな。で、なんかな。で、恋愛、例えば年収とか関係あります？お金。お、いっぱいある。ある？買い物好きやもんな。でもさ、結局、あれよ。あの、年収とさ、あの、幸せな結婚生活ってさ、直接関係ないんだよ。それは、お金ある方が生活楽だけどね。うん。幸せとは関係がない。どっちかっていうとね、ほとんどね、前も言ったけどね、パートナーとのね、関係性ね。のファンをつけられるとこれ拾ってうるさいんですけどもういい暑かった時につけといたいやーただつけといたけどなんかな、何の話だったっけ。お前なんかその話を覚えようあの恋愛ね、恋愛だから幸せな生活でしょ結局。あなたがいや、それはいいんだけどね。あなたが仕事に行ってくれた。いや、のろけ話いいからね。幸せいや、暴走さんになっていいからね。暴走さん。幸せな生活。だから、そのことを話したいのよ。話したことない。だから、結局、あれよ、なんか。まあ、健康とかも関係するよな、大きいよな。で、健康になるとどうしたらいい？やっぱりさ、野菜。それもあるけど、私大きいのはね、やっぱ、働いてることがやっぱ大きいと思うよ。働いてるからこそね、健康になるって思うよ。ほんと思いますよ。だってね、やっぱり、ね、病気はね、やっぱり、ね、薬とかではない、カウンセリングとかじゃなだけじゃ治んないよね。やっぱり自分で働いてね、仕事をしてみないと、人間関係とかあるからね。それでその人間関係の中で治っていくっていうのがあるからね。仕事の業務にね、携わってることね、その、時間が何時間でかかるでしょ？その、毎日継続的にね、仕事に関わってる、そのことがね、治療になっていくんだよ。それが幸せなの。あ、そうな。今日は時間です。そうそう、やります。じゃあ、そういうことで。まあ、投稿したらいいね。今日？分かった。いいのがあったら、
今できたらね。それまた聞くな。うん。うん、じゃあいいな。じゃあ終わります。ありがとうございました。ちょっと気合い、あ、暑いやな、今日な。